クマの奇妙な生態が明らかになりました。こちらは北海道でヒグマが木にお尻をこすりつける様子です。で、これこの時期には珍しいとベテランの研究者の方も驚く事態です。雪が積もる北海道の林道を親子のヒグマが歩いていきます。気温はマイナス4度。冬眠の時期が迫る中、謎が多いクマの生態を捉えた新たな映像が。木に背中をすりつけているのはメスとみられる成獣。すると、お尻をスリスリ。この行為はおよそ50秒続きます。自動カメラでの撮影に成功した写真家の黒沢さんは、あ、お尻スリスリするヒグマです。あんなに長く執拗にやってたのは初めて見ました。繁殖時期ならわかるんですけども、お尻から出るフェロモンかなんかをこすりつけてる可能性はあるんですけども、今もう繁殖時期じゃないので、この時期にやるのがちょっと不思議だなと思いました。クマの繁殖期は5月から7月。この時期には特にオスがメスに存在をアピールするため、自らの匂いを木にこすりつける背こすりが頻繁に行われるといいます。クマの場合は、オスもメスも単独で生活していますので、そういった個体同士が直接出会わなくてもですね、自分の存在を知らせたり、または相手の存在を知ったりするために、こういう匂い物質を介して、コミュニケーションを行います。ただ、冬眠前の時期にメスとみられるヒグマがお尻を執拗にこすりつける行為が確認されたのは非常に珍しいと驚きを隠せません。冬眠前の食いだめの季節にああいう行動を知るというのが、私としても初めて見たかな。最初のお尻こする個体はメスのように見えます、ね、メスがお尻をこすりつけたのは先月31日。その翌日、同じ場所に現れたのはオスのヒグマです。木に鼻を近づけ、匂いを嗅いでいるように見えます。メスがお尻をこすっていたあたりを嗅ぐときに、少し口を開いてですね、嗅覚で匂いを嗅いでいるだけじゃなくて、こうちょっと口の中にこう匂いを入れているように見えますね。匂い物質の中に含まれるような、フェロモン用の物質を、体の中に送って、受容するような、こんな行動のようにも見えました。さらにその後もオスとみられるヒグマがたびたび現れ、木の匂いを嗅いだり背こすりしたりする姿が確認されました。実は背こすりの木もしばらく1か月以上クマ映ってなかったんですよ。あの場所はあのメスがお尻をスリスリしたら、次から次へとオスグマやら小さいクマやらいろいろやってきてましたね。メスからオスへ匂いのコミュニケーション、クマの生態を紐解くための新たな発見につながるかもしれません。ちょっとわからないことも多いですが、セコスリキというのはこうオスから他の個体への匂い発信する場所と、思ってましたけれども、今回のようにですね、メスからの情報発信にももしかしたら使われているのかもしれない。